ナイトシフトの作業って何て言ってるんですか？あの、これはですね、俺新しい自己紹介考えたよ。嘘、ズイ君の。え、場合によっては採用ですけど、いい、はい、あ、もう、うっす、あ、もう、ズイで教えて餌の Z とは、月社とゼッタ君とたまに来るかもしれないゲストが、うん、皆さんから寄せられる質問やお悩みに時に真剣に時にふざけながらお答えする新感覚どころかどこにでもあるすごく普通の YouTube 番組です。はい、始まりました、教えて餌の Z。 三軒茶屋のクソメガネこと月社です。メガネが見つかりました。よかったね。あー、クソメガネになりました。あ、クソだった時期は辛かった。どこにあったんですか？そっち側にテレビ台があるんだけど、はい、そのテレビ台の裏にありました。なんで？テレビの裏にメガネ行くことないだろ。だから飲み会の時はメガネをしていかないと言いました。はい、よかったです。はい。そしてスーパーナード。I'm Z です。Z くんです。よろしくお願いします。はい。はい。ZTTA その後に KUN つけたらば、をちゃんとやっていこうっていう風に決めたって聞いたんですけど。やんないって決めたら、すっぱり諦めます、僕は。今回はやんないでいいかなって思ったんで。なるほど、なるほど。やんなかった。0100なんですね。そう、0100。やるならしっかりやるぜ。っていうことで。俺、新しい自己紹介考えたよ。嘘。Z くんの。え？場合によっては採用ですけど、はい、Z is ET is a TTA 俺に任しときゃ間違いねえ。不採用です。完全ジブラさんのやつなんで。不採用でした。Z is E is BRA っていうのがあるんですよ。そうですね、ジブラさんの、ジブさんの完全パクリでした。はい、しかも T 一個多いからね。そう、全然良くないです。教えてね、みんな見てくれてますよ。はい。うん、でもね、なんだかんだ言ってね、500人ぐらい見てるよ。すごいことだよ、これ。なんだかんだ言って500人ぐらいが見てるから。うん、そう、みんな、YouTube がさ、インフレしすぎちゃって、数値ちょっとバグっちゃってますけど、うん、そうそうそう、500人見てるってすごいことですから。すごいことですから、普通に。そうですか。こんなどうでもいいものを、500人見てるっていうのは結構すごいことですよ。そう。で、YouTube って優秀だから、1人が100回見ても100回再生になんないんですよ。いやってことは、本当に500人が、はい。はい、500人か、もしくは250人ぐらいは見てます。日をまたいで2回見る人とかがいたらそういう計算になる。はい、教えて。私からの告知、そしてゼッタ君からの告知。何そこに入れんだ。あー、なるほどね。そういう小さいかな。はい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 、ということで。なるほど、はい、そういうスタイルがあるんですね。教えて。気づいている方もいると思うんですが、はい、第何回とか言うのやめました。もう分かりません。はい、数えきれない、数えきれないのでやめました。はい、我々もそんぐらい取ったんですね。はい、もう17回目とかですねになります。そして私最近気づいたんですけど、はい、実はですね、ペンネームとか、はい、書ける場所があって、今までの方々もですね、みんなペンネームを書いてくれていたということに気づきました。すいません、読まなくて、はい、すいません、はい、なので今回からペンネーム、うん、何さんっていうのが分かりました。はい、教えて。で、今回質問くれたのはペンネームちくわ大明神さんです。はい、はい、これは2ちゃんのノリで懐かしいやつです。はい、説明省きますけど、25歳のフリーランスの SE の方です。はい、2ちゃんのノリで言ってんの。うん、2ちゃんかニコ動か、ちょっとどっちか忘れたんですけど、あ、多分ニコ動じゃないかな。ニコ動かな。うん、2ちゃんはもう使ってないだろうなと。はいはい、で、今言った通り25歳のフリーランスの SE の方です。はい、はい、から質問が来ているので読ませてもらいます。うん、お二人の孤独との向き合い方を教えてください。はい、私は現在25歳のフリーランスの SE です。はい、私は自己表現が好きで、趣味で音楽制作をしながらエンジニアとしても個人開発をしています。はい、SE と音楽制作の両方に共通することとして、うん、自分の表現したいものを形にできるという喜びがあると思います。はい、一方で個人での制作活動には孤独が付きまとうなと感じています。はい、上述しましたように、私はフリーランスの SE ですが、独立した理由として自分の作りたいものを作りたいという思いと、音楽制作にもっと時間を使いたいという思いからでした。はい、やりたいことに向き合えると、独立直後は意気揚々としていたのですが、最近になって言葉にできないような寂しさや虚しさに襲われることがあります。はい、
基本的に仕事も音楽制作も家で一人でやっています、うん、虚しさに耐えきれず制作活動に集中できないこともあります、はい、友達とご飯や遊びに行くことで少し緩和される感じもしますが、うん、それでも自分が社会からはみ出した寝なし草のような感覚がどうしてもなくなりません、はい、Z 君は曲の中でよく虚しさについて言及されていたので、うん、もしかしたら共感してもらえるのかな、はい、と思いつつ、はい、お師匠様の S 君ならもはや孤独を愛するなんて大それたことも成し遂げているのかなと相談させていただきました、はい、よければお二人の孤独との向き合い方を ご教授いただければ幸いです、はい、これからもお二人の素敵な音楽楽しみにしています、はい、PS、はい、ナイトシフターの最後って何て言ってるんですか、はい、以上です。いや素晴らしいね本当に。いやもう、うん、アーティストのことですよ。そうですよね音楽制作してるっていうのがこの悩み完全に一緒ですよ。社会からはみ出した寝なし草だからね。そうなんですよ一緒一緒、うん、はい、教えてということで、ゼイ君からの回答お願いします、うん、はい、この社会からはみ出した寝なし草のような感覚、これ感じたことを思い出したらマジ多々ありまして、はい、今はちょっとないんですけど、それはどうやってなくなったかっていうと、はい、これはね慣れなの慣れるしかないんだ。マジで慣れなの僕は感じてたのは、うん、新卒で入社した会社を1時間で辞めて、うん、その後バイトしながら音楽やった時、うん、めちゃくちゃ感じてたわけ、うん、それこそバッドフィーリングって曲あるんですけど、うん、コールオブデューティーや新人の途中にあまりの虚しさが過ぎて涙流す日っていうこの時寝なし草です。いやまさにそう、まさに言及よくしてるっていう虚しさの部分です、ね、そうそうそう、うん、でこれはもう慣れです。教えて。あともう一つが成果が出てくるとちょっと寝なし草じゃないんじゃないかっていう気持ちになってきまして、音楽制作を頑張ってるとだんだんそのフォロワーとかすごいいいですって言ってくれる人が増えてくる、うんうんうん、そのことによって承認欲求が満たされて、うん、あ社会に必要な存在なんだということになります、ね、社会の一員になったって感じられるよ、ね、感じられるだけでちゃんとリスナーが増えてくると、まあ、前提として虚しさが消えることはないです。不安を取り除く手立ては一切見つかりませんので、まあ、これどんどん徐々にもう少なくしていくっていう作業が大事になってくるんですよ。以前もそのようなことをおっしゃってましたね、はい、なので僕たちも虚しさについては悩んでます悩んでるね、はい、でなんかなあどうぞどうぞ、どうぞ、どうぞ教えて。で僕からのこの虚しさを少なくする、まあ、もう一つのアドバイスとして、はい、まあ、音楽制作になっちゃうんですけども、これは誰かと一緒に曲作ってみたらどうかなと、はい、すげえ思いまして、曲を一緒に誰かと作ることによって、そのなんだろうな、今までにないインプットとか、あと曲ができた時の喜びみたいなのがちょっと2倍ぐらいになったりするんですよね、うんうんうん、そう、それはかなりおすすめなんで、うん、虚しすぎる時は誰かフューチャリングで呼んでみてはどうでしょうか、うんうんうん、という回答でございます。教えて。おおむね同意なんですけれども、はい、この人の場合金がないっていう悩みがないと思う。なぜかというとフリーランスの S にもやってるから。あそうですね。でさ、そのさっき言ってたさ、Z君の話っていうのは、まあ、ホテルでバイトしながら一、うん、人やってる時って実績もない、うん、金もない、そう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 、時間もないみたいな、そうです、なんで俺こんなことやってんだろうっていう、そういう虚しさだったりとかするじゃん、うん、はい、うん、けどこの人普通に好きにフリーランスで好きやって作りたいもの作れるんですってで独立してやってるから、で独立してる分多分お金も儲かると思う。そうかそうか、そうそうそう、だから曲を作ってるとか、なんか一人、本当に純粋に一人でやってると寂しいですっていう話をしてるんだと思うの。で、その場合、音楽を作ってて、で、その音楽がうまくいってないから、なんかコンプレックスだってやってたりとか、承認欲求が満たされないっていう悩みだとしたら、それも実績を出すしかないとは思うんだけど、俺はだからそう両輪でいいと思うね。フリーランスでやりながら、まあ音楽だけで食っていくのってやっぱりハードル高いから、その音楽制作でも結果出して、で、その両輪で普通にその副収入的に、だからなんかいろいろお金が儲かって、で、なんか自分の好きなこともやれてっていう幸せだってなればいいと思うんだけど、プラス、やっぱ寂しさとか虚しさってのは絶対消えないじゃん。消えない。実際に。消えない。実際なんか、ええよとかさ、ずっと言ってんのよ、俺ら。ほんとに。なんかさ、みんな立派でさ、とか言って、こんなかっけえけどばっか作ってんじゃん、みんな。って。なんか俺がやる必要あるとかさ、ずっと言ってんじゃん。できねえよな。ほんとにそういう感じなんだけど、ね、そう。けど、なんかこの虚しさ、このタイプの虚しさに関しては、うん、我思うに、うん、友達と一緒に住むとか、あとは彼女と一緒に住むとか、あ、なるほどね、あとはやっぱペット、あ、もう音楽関係ないとこで生活を充実させるってこと、うん、そうそうそう、だから猫飼っちゃえば猫飼うと、あ、まあ、確かに、そう、だいぶ楽にはなるよ、うんうんうん、教えて。
まあでも一つ理解しておいてほしいのはやっぱり、うん、あの歴史的に見ても、うん、日本って終身雇用で、うん、会社員でずっと22、23から、はい、もう定年を迎えるまでずっと同じ会社でやるっていうのがもう基本だったじゃん、うん、だからその頃の価値観から今なんか私フリーランスだったりとか、うん、YouTuber がどうだとかなんかあのいろんなその働き方が変わってきてるじゃんか、うん、転職するのも当たり前、うん、その第二新卒がどうだとかっていうのも当たり前それはもう根なし草しかいない、うん、そうだから根なし草っていう感覚を持ちやすい環境だと思うの、うん、今この時代とか全体的にインターネットが出てきて新しい働き方っていうのが出てきてるっていうのをだから自分だけじゃないと、うん、そうあのいろんな人間がそういうふうに思って本当に俺このまま生きていけるのかなっていう漠然とした不安に苛まれたりとか、うん、なんかそのすごい人を見てへこんだりとか、うん、なんかいろいろあるから自分に言ってるっすよね今、うん、そう私25歳じゃんあの、ね、30になったらもっと来るだろ本当に教えて俺なんかそのミュージシャンとかにもさ25と30の壁があると、はいはい、で25になると大体大学卒業して友達会社員やって3年ぐらいになってくると仕事になり始める、うん、でお金ももらえるようになる、うん、そうすると同級会とかの会費が高くなってくるんですよ周りがねだんだん上がってくる感じでそうでなんか仕事してるからなんかこっちに慣れてそっちの作法とかが入ってきてちょっと変わってきたりとかする、はい、でそれで一つあれなんか俺大丈夫かなっていう風になるっていうのがあって、うん、なんかそっから先はやっぱりそのバイト先とかでも自分が一番年上になりやすいとか、30になってくると、うん、もう友達がみんな役職に就き始めるあそうなんだ役職に就き始めるし、うん、あと家族ができ始める結婚して子供を産んだりとかし始めるんですよ、うん、でそうするとあのもちろん飲み会の会費は高くなるし、うん、さらに7000円とかし始めるわけ、うん、だし、まあ、3000円5000円7000円って変わっていったとしてしかも子供いるから来れないから、うん、昼間にしようって昼間にノンアルコールでやって帰ったりとか全然変わるっすねそんな変わんの そこまで来ると、はい、あのまあ30でっていう人もまあちょっと減ってきてるけど、うん、そこまで行くともうバイトとかしてて大丈夫かなみたいな、うん、バイトしてバンドマンの話なんだけどこれはっていう感じだからだから25でフリーランスで SE やってて普通にお金儲かってんだったらやっぱ収入はもうちょっと増やしていただきたい、うん、いや収入いくらか聞いてないから分かんないんだけどだからその壁がやってくるということは一回あの頭の中にはそういうものなのかもなっていうふうに入れといてくれると多分この先もだいぶ楽に生きていけるのではないかと、うん、教えてナイトシフトの最後って何て言ってるんですかあのこれはですねコードネーム N コードネーム MN って言ってましてコードネーム N ってまず言ってその後 MN って言ってるんですけど、うん、これは N っていうのは内藤さんのことですね違います全国の内藤さんの、はい、違いますそれじゃなくて、はい、あの僕がバイトしていた時のシフトで夜勤が N って言うんですよ、うん、で僕 N ばっか入ってたんで N の人って呼ばれてたなるほどねナイトシフターが夜勤の曲だもんねそうそう、うん、MN っていうのは、うんさらにちょっと短い時間の夜勤みたいなのもあってそう MN の人ってのもいいですよなるほどあそれでしたなるほど、ね、コードネーム N コードネーム MN はいなるほどここで初めて明かしたですねなるほどねうん納得していただいてMN はだからミッドナイトって意味なんですかね多分おそらくでもまああんまり言及してる人いなくてほらほらみんなコードネームで読んでましたなるほどねいうことです教えて教えて S&Z 略して OSZ では皆さんからのお悩みや質問を募集しています、はい、概要欄のリンクから応募できるのでどしどし応募してね、はいスパムや冷やかしはやめてねやめてね、はいうん、ということになっております、はい、メガネが見つかってよかったですあ本当です本当にマジでクソメガネにようやく戻ってまいりましたあともう見れてるしその視界が良好でしょ今だいぶよく見えるようになりました、ねうんよかったよかった、うん、もうだからもうクソメガネとさ、うん、コードネーム N でさ行こうよじゃ あの次回もあの見てください、はい、よろしくお願いしますありがとうございました、はい、それではまたお会いしましょうさよならコードネーム N コードネーム MN